今回難しかったところは、僕はドワーフが日本にあってピーターがシンガポールから来ててっていうところで、日本的なものを 100% 再現するんじゃなくて、世界でも見て、あまりそのどこかの文化に寄りすぎないっていうのを心がけてやってます。で、街並みもちょっと日本的ではないところもあると思うんですけど、その中でも日本にあるドワーフが作ってるんで、にじみ出る日本感っていうのはどこかに出るのかなという感じです。その使用加減というか塩梅がなかなか難しかったかなという感じです。3人のキャラクターが出てきますけれども、おじいさんとあと愛と女の子が出てくるんですけれども、おじいさんのキャラクターが、割と大きめなキャラクターになってしまったというか、おじいさんを大きめに作らないと、愛たちがとても小さな人形になってしまって動かしにくいので、おじいさんの人形が大きさの大きい限界くらいで作って愛たちを作ったんですが、それでも愛の人形たちは頭がとても大きくて手足の短い人形っていうことになったので、歩くのとかとても歩かせにくい人形になりました。その辺が苦労するところですね、したところですね。難しかった点はやっぱ立体にしていく上で、存在感をどれだけ自然に見せられるか、主張しすぎてもおかしいし、存在感が薄くなっても嫌なので、そういうところが人形の難しいところですかね。今回のセットは、人形の大きさから言ってもう少し小さいセットにもできたんですけど、その女の子の孤独感とかを出すのにやっぱりセットの広さはどうしても必要だと思って、やっぱり気持ち大きめに作りました。で、その愛ちゃんが歩いている歩道とあとは女の子がいる公園に、高低差をつけたのも、やっぱりそのちょっと寂しげに見える感じ、ちょっと上から見た時に寂しげに見える感じみたいなのが出るといいなと思って、で周りを針葉樹で囲んで、外界から遮断されている感じというか、そういう雰囲気を作ることは意識しました。愛の一番の特徴っていうか、ピーターの発明っていうのが、顔が目があって悲しい顔をちょっとのことで笑顔にできるっていう、そこが一番愛の特徴で、今までにあるキャラクターと違うところなのかなと思ってます。で、今回コマ撮りをやってるんですけど、コマ撮りもちょっとのことの積み重ねっていうんですかね、だからピーターの言うその悲しい顔からちょっとのことで笑顔になるっていうのと、コマ撮りを本当にちょっとのことを積み重ねて一つの作品にするっていうところで、愛ちゃんとつながりはできているのかなという感じです。今回のその愛のキャラクターがもともとは平面で生まれたキャラクターですけれども、それを動かすにあたって、CG とかで動かせば割とこう簡単に動かせるところをあえてこう手のかかるストップモーションで表現していこうと、そういうその人形の持つ魅力とか温かみ、そういうものがそのピーターさんの描いた愛のその平面から人形に変わったところですごくそのぬくもりや温かみが伝わってくるんじゃないのかと思っています。このプロジェクトで面白かったのはやっぱり彼らがやっているプロジェクトのその笑顔っていうそのハートをプレゼントしたいっていうものが、僕らの人形をただ娯楽で見るんではなくてやっぱり自分らに置き換えて感じてもらいたいっていうので面白いなって思いましたね。ポイントがあるとすれば、街灯とか、それからまだ今ここにはないんですけれども家の中のセットのストーブとかには
火入れができるようにしてあります。で実際に発光してやっぱりそういう光をまあ効果的にポイントで入れたりすることでやっぱセットに空気感が生まれる。やっぱり空気感がないと、まあなんていうのかセットがそのより身近に感じることができないと思うんで、まあ、空気感は今回ちょっとうまく出せかったかなと思います、はい、セットで、まあ、ちょっと気を使ったというか、まあ、うまくいったかなと今思っているところは、ブランコなんですけども、まあ、今回のテーマこのお話の中ではブランコって結構重要な美術アイテムなの でブランコが、まあ、その撮影中に動いたりしないようにあれは鉄骨で作ってあります。小さいんですけど鉄骨でしっかり作って本物のブランコはこう揺らしていてもフレームが動いたりすることがないので、まあ、そうならないように気をつけてあります。で実際とても良いものができていると思います。 Unconditional love is impossible to ignore. You hear it from the animator, you hear it from the set designer, you hear it from the master sculptor, you hear it from the producer Yuriko-san, you hear it from the director Ayumatsu-san. Everything is difficult, but how hardcan difficult be if you love something enough. Whether it's an action, whether it's a word, whether it's a decision you make in life, always begin with love. With stop motion, it stops and it takes. It stops and we take, and we stop and we take, just like in life. Each time we meet a problem, we stop. But all we need to do is to keep moving one step forward. Every time we meet a problem, we keep moving one step forward.So what I really want the young people, especially the children who are watching this film, is to understand this, right? That when you begin with love, even if along the way in life you meet with some problems, you keep moving one step forward. And because when you do that, eventually, all of you will go from I to I. And with this, I hope you enjoy this film. Thank you.